日本が進めている F2 戦闘機の次期戦闘機計画だけど、別名 F3 計画と呼ばれているみたいだね。この純国産を目指して計画されている F3 戦闘機と同時に配備される予定とされているのが、AI を搭載した無人戦闘機ってわけだ。日本も着々と防衛力を上げていかないとだからね。そうだね。さて今回はこの無人機などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。それにしても、戦争の様子は記録されている100年前の第一次世界大戦などから比べると全く別物になったよね。塹壕戦などと呼ばれる悲惨な戦争を経て、たった一つの爆弾で何万人もの命を奪った戦争。そして現在はボタン一つで地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく、名前を知ることもなく殺すことができる戦争になってしまったからね。自分が殺す相手の顔を見ることがない、効率的ではあるけど、非人間的な冷酷すぎる戦争が現実化しつつあるんだろうね。2021年5月、防衛省は現在開発中の F2 戦闘機の後継機として国産次期戦闘機と連携して使用される。無人機の実証機開発関連費を2022年度予算の概算要求に盛り込むという方針を公表したよ。この次期戦闘機は国内企業グループで開発を進めている機体で、2030年代半ばからの配備を目標としていると聞き、開発内容としては、作戦や任務遂行のための基本となるミッションシステム並走やセンサーなどを統合、連携させるや、インテグレーション統一、複合、一体化技術だけではなく、並走武器を統合する火器コントロールシステムなどについても研究を進めているんだって。無人機に関しては、蒸気のシステムとの連携は当然だし、無人機そのものの自立飛行性能も要求されているんだよね。自立飛行というのは、パイロットは常時操縦するわけではなく、遠隔操作で監視をしている、そして必要な時だけに操縦するということなんだ。ということは、この操作も自分が殺す相手の顔を見ることがなく、行われるということになるね。この無人機は次期戦闘機艦上で運用される見込みになっていて、作戦空域近くで射出され飛行し、より危険な前線空域に展開、搭載母機つまり次期戦闘機の、誘導コントロールに従いながら、自立飛行できると見られているね。無人機のメリットだけど、なんといっても、乗員パイロットの人命を守れるというのが最大のメリットだろうね。それだけではなく、有人機ではできない運動性能が十分発揮できるし、コックピットスペースが不要になるから、そのスペース分が小型化できるんだ。そしてパイロットがいないので、その分の重量が減り、となると、その分積み込む燃料も増やることになり、燃料が増えれば、航続距離は伸びるし、兵器の搭載量も増やせる計算になるってわけ。当然のことだが、機体の形状にも影響はあって、機体の凹凸が減らせるというメリットがあり、凹凸が減れば、ステルス性能向上に結びつくよ。経費の面でも、有人機と比べると必要経費は大幅に減ることになり、パイロットの人件費も削減され、そして極論だが、ミサイルのように使い捨ての戦闘機として活用することもできるというわけだね。使い捨てというけど、マスクやコンタクトレンズ、カメラじゃないから、注ぎ込む巨額経費を考えれば、簡単に使い捨てにしてほしくはないよね。廃棄された機体から機密情報が盗み取られるという恐れがあるという意見も散見するし、実は防衛省内では無人機開発構想が以前からあったみたい。航空自衛隊がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークのように、遠隔操作できる無人機研究も進められていると言われるし、遠隔操作できる無人航空機といえば、アメリカのグローバルホークと並んで有名なのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーだね。バルキリーというと、80年代一世を風靡したアニメ超時空要塞マクロスを思い出す方もいるんじゃないかな。戦争アニメと歌姫という異質なものを同時に存在させ、今に続く戦闘美少女という流れを作る一助になったと言われているよ。余談だけど、放映前にはヒロインの任命を宇宙のリリー・マルレーンと形容していたみたい。放映が始まったらこの形容は使われることがなくなったんだけど。さて、現実のバルキリーを開発した会社だけど、
アメリカの軍需産業界ではほとんど名が知られていなかったクラトス社だね。このバルキリーは AI を搭載し、亜音速飛行と長距離飛行を可能にした自立飛行無人機で、バルキリーの初飛行は2019年平成31年3月だったんだけど、初飛行の成功以来、何回もテスト飛行を重ね、2年後の2021年3月の6回目のテスト飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したと発表があったよ。バルキリーから打ち出されたドローンは小型無人航空機アルテウス600と呼ばれていて、アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などを実行できる優秀な機体と言われているよ。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システム実戦配備を目指してスカイボーグ計画を発表し、この計画の実現によって無人航空機群を組織化し、低コストで運用、維持が可能になり、紛争地域ではスピーディな行動ができる。敵に決定的な打撃を与え、侵攻が阻止できることになると述べているよ。では日本を見てみると、防衛省は無人機の運用範囲について、偵察機、戦闘機などあらゆる機種を想定しているみたい。コンピュータが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用する研究を進めていると言われているし、次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究の成果ではないかと見られているんだ。防衛装備庁は2016年平成28年8月、将来の無人機装備に関する研究ビジョンなる論文を発表していて、内容としては、航空無人機研究開発が中心だったんだけど、2019年以降は第三分類無人技術検証として遠距離見通し外の運用型無人機技術検証に注力する予定としているよ。その後は第四分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を継続していくだろうと思われるね。この研究ビジョンによると、無人機研究については前述以外にも近距離見通し内での運用型、特殊飛行型、携帯型ドローンなどが挙げられているらしいね。そして現在もこのビジョンを基本にしながら、実態に即した無人機研究開発を進めていると推測されるよ。ここでドローンについて改めて振り返ってみるんだけど、一口にドローンと言っても、用途によって様々なものがあるよね。農薬散布、小型の荷物配達だけではなく、今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携させる無人機の種類だけど、強引に表現してみると近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルではないかと感じるよ。世界各国が無人戦闘機開発を進めている流れに乗り遅れないためだろうけど、日本の F-15J 戦闘機の近代化改修計画が膠着状態になっているから、アメリカより早く開発成功の可能性がある第6世代次期戦闘機と連携を進めようとするのは、ごく自然なことじゃないかな？パイロットの疲労を防ぐことができる無人機戦闘機開発については、日本のみならず全ての国が注力していると言ってもオーバーではない現状だし、2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局はロングショット開発計画なるものを発表していて、同時に国内3社に、空対空ミサイルを搭載して敵を攻撃するためのドローン設計も発注したみたい。このドローンは有人機から操作するから、母機の有人機を敵機から防衛する盾として使用されることになり、搭乗員の疲労をさらに減らせるだろうと考えられているんだ。アメリカとロシアは、搭載可能なドローンタイプの無人機のほか、現在所有している第5世代や、第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機をセットにして、チーム体制で運用も図りながら開発を進めているらしいと漏れ聞こえてくるよ。こういった観点から見ると、日本は遅れているのではないかという声があるみたいだね。そう言われても、防衛費には限りがあるし、無人戦闘機にだけ使えるわけではないから、分腹茶釜ではないが、無人像に予算が湧いてくればな、とないものねだりをするのは日本だけではないと思うよ。だからこそ、限りある予算をあちこちに分散して消費してしまったら、全てが中途半端になってしまうのではないかと危惧する意見があるんだよね。今は、欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎつつ、連携させる無人機開発を、同時進行させるということに集中するべきではないかと思われるよ。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。空母化改修工事中の護衛艦加賀だけど、その艦首がやっと四角へ改修されたという情報が入ってきたよ。艦載機となる F-35B 戦闘機も2024年には日本へ納入される予定になっているね。この F-35B については、2023年度予算に8機分の購入金額が組まれていたな。さて今回は、この四角へ変化した艦首について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。コロナに明け、ロシアのウクライナ侵攻に世界が揺れた2022年も残りあとわずかになったよね。しかし日本の広大な領海を防衛している海上自衛隊には年末も正月も関係ないんだ。現在、所有している艦艇の中で最大サイズの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化する改修工事が継続されているよ。出雲型護衛艦は2012年から2017年の6年かけて1番艦出雲と2番艦加賀が、神奈川県のジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場で建造され、この2隻は海上自衛隊内では艦式号 DDH と呼ばれているんだって。この2隻の出雲型護衛艦の前級は同じ DDH で海自初の全通式飛行艦パントクを備えた日向型護衛艦で、日向型の建造と運用ノウハウを活用して生産されたのが出雲型となっていて、前級より、回転翼機の搭載能力を高めているみたい。日本の海上自衛隊では、出雲型護衛艦は前述した通り DDH に分類されるヘリコプター搭載護衛艦と位置づけられてきたけど、世界の基準に照らし合わせるとイギリスの著名なジェーン連艦などでもヘリ空母に分類されているよ。そのため出雲型護衛艦は他国の海軍の基準では回転翼機を搭載する軽空母という扱いなんだけど、日本はそうはいかず、政治的に航空母艦保有を公に述べることが難しかったから、収益した時から極力そういった見方をされることは避けていたという感じを受けたものだね。国会が代表する政治の場でも、出雲型護衛艦に全通式飛行艦板を採用した外観のせいで、当時の反対派から海上自衛隊は航空母艦を建造、保有しているという批判が上がり、苦しい答弁を続けていたという記憶をしている方も多いだろうな。この時点では出雲型護衛艦が航空母艦に実際に改修されるとは、個人的には想像もしていなかったぜ。しかし、中国による南西諸島方面への圧力が増大したこと、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の実用化が後押ししたようとも思われるな。でも、例えば韓国海軍のドクト級強襲揚陸艦には F-35 ライトニング 2B 型が実用化されているけど、肝心の対応可能なエレベーターが装備されていない艦艇なんだ。一方、出雲型護衛艦は F-35 の運用に適応したエレベーターをもともと備えていて、これはいずれ本当に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するかどうかは別としても、そういった事態が到来することに備えてエレベーター規格そのものを対応可能なものに設計していた先見性の高さが功を奏したと言えるね。出雲型護衛艦が持っているそうした艦艇としての基礎や、中国の脅威増大という外的要因、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型という短距離離陸垂直離着陸が可能な、戦闘機の実用化などの事情が重なったことが現在につながっているということだろうな。こんな出雲型護衛艦の2番艦が加賀で、ネームシップにして1番艦の出雲と同じく5年おきに行う予定の大規模点検のタイミングに合わせて、大きく2度に分けた航空母艦化改修が進められているよ。加賀はちょうど今年、1回目の大規模点検の時期に当たっているから、広島県呉市にあるジャパンマリンユナイテッドのドックで改修工事が行われているんだ。1番艦で先輩格の出雲とは違ったアプローチで行われているみたい。出雲の1回目の改修工事の内容だけど、全通式飛行甲板に耐熱加工が施され、これは艦載機である F-35 ライトニング 2B 型戦闘機のエンジンから高温の排気熱が吹き出されるから、それへの対応だね。同時にどんな悪天候であっても着艦を誘導できるシステム等の導入も実施されているんだって。では香川というと、
上空から見た場合に艦首部分の飛行甲板がはっきりわかる台形状と認識できたけど、この形をアメリカの強襲揚陸艦に見られるような四角形に変更する工事が行われていて、この変更理由だけど、加賀の全通式飛行甲板の運用効率をさらに向上させるためと推測されているよ。発着艦に使用できる飛行甲板の面積を増やすと同時に、それらに干渉しない部分液体が露天駐機できるようにしたということだね。ちなみに加賀など同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているのが、イギリスのクイーンエリザベス級航空母艦で、この艦首部分にはスキージャンプ方式を採用しているから、戦闘機の発艦だけを考えれば、上艦の方が運用効率は高いようだな。というのは、スキージャンプ方式を採用すると艦載機 F-35 ライトニング 2B 型は、それ以外の艦艇より大量の燃料や兵装を搭載した状態で発艦できるといい。だから戦闘機としての作戦行動の自由度が増えることになるぜ。加賀など、出雲型護衛艦においては F-35 ライトニング 2B 型の運用効率を重視して、スキージャンプの増設も検討されたとされているが、出雲艦は艦首部下部に重量のあるソナーを搭載していることもあって、見送られたと考えられるな。防衛予算から出雲型護衛艦の航空母艦化改修工事を考えてみると、2022年度分は出雲用の着艦用誘導装置の取得経費が約36億円、加賀の航空管制設備増強に約13億円、アメリカ軍の技術支援分として約12億円を費したということだよ。アメリカ軍の技術支援の内容だけど、日本は F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を未だに保有、運用できておらず、なので1回目の工事を終えた出雲はアメリカ海兵隊岩国基地所属の同機が初着艦テストを実施しているんだ。このような F-35 ライトニング 2B 型の実機を使用した各種テストや、艦内格納庫をはじめとする準備費用として、アメリカ軍のリソースを活用する経費、いわばコンサルティング的経費がこれに充当されていると推察されるね。来年度2023年度防衛予算の内訳だけど、出雲型護衛艦航空母艦化改修に、出雲と加賀の2隻で総額約52億円を投じることが確定していて、つまり、夏の概算請求にさらに上乗せされているってわけ。出雲型護衛艦の基本スペックを紹介すると、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートルで、F-35 ライトニング 2B 型を艦載する場合はマックス約10機が艦内に収容可能と見られていて、F-35 ライトニング 2B 型10機という艦載機数を考えると、航空母艦という言葉からイメージされる航空戦力としては決して大きいとは言えないと感じられるけど、個人的には次の艦艇建造への布石ではないかと思われるね。尖閣諸島を含む南西諸島防衛のためには、今後ますます島嶼防衛用装備の重要性が増加すると思われ、ということは、出雲型護衛艦で F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の運用実績を積み重ねて上で、以後の艦艇建造に反映させる方針ではないかと考えられるぜ。その際、航空戦力としての収容力増加が必須と判断された場合には、持久艦艇建造にも影響するだろうね。例えば満載排水量3000トンクラスの強襲揚陸艦タイプを建造する計画を立てる可能性もあるだろうし、現在より強く水陸両用作戦を念頭に置いたものを購入することになるのかもしれないもん。どちらにしても現状では南西諸島方面で自衛隊が使用できる滑走路は、沖縄本島のみしか存在しておらず、ということを考えると、出雲型護衛艦は一朝有事の際、貴重な航空戦力の投射母体となり、臨時の移動滑走路としての役割も担うものになると考えられるぜ。70年前の話だが、香川太平洋戦争中も大日本帝国海軍の航空母艦加賀として存在していたな。香川基準排水量38,200トン、満載排水量42,541トン、全長 248.6メートル、全幅 32.5メートルという大型艦だったもんね。ただし、注意書きがあり、この加賀がこれまでの排水量を誇ったのは航空母艦ではなかったからで、
もともとは加賀型戦艦として建造が予定されていたんだけど、1921年大正10年採択されたワシントン海軍軍縮条約によって、設計を変更したせいで、それが現在空母に生まれ変わるというのは、歴史の流れを感じるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。最上型護衛艦は今までの護衛艦と打って変わった形状をしているよね。ステルス性を重視して設計されたステルス艦って感じだよ。全体の形は、レーダー反射面積 RCS イコールレーダークロスセクションを小さくするため、船体や上部構造を単純平面化しかつ反射波が情報に向くよう傾斜がつけてあるぜ。また従来甲板上に露出していた闘病装置類などの装備は艦内に収められているな。この形状は世界の艦艇の主流となっているんだよね。だから、最上型がこの方式を採用したのは世界では早い方とは言えないんでしょ？さて今回はそんな最上型護衛艦の性能と役割について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず RCS についてだけど、RCS というのは、敵のレーダーからの見つかりにくさを示しているんだ。RCS を下げる方法は反射波を相手レーダーに向けないか、電波を吸収して反射しない方法があるよ。最上型は反射波を相手レーダーに向けない方法で RCS を下げているな。電波吸収素材の使用や電波吸収塗料を塗布することでもある程度のステルス性得られるだろうが維持も大変だぜ。日本のステルス艦としてはアブクマ型護衛艦を最初のステルス対応護衛艦とする人もいるんだけど、最上型が最も単純平面化した形状になっているんだ。と言っても最上型の船体は上甲板から下は以前の艦艇同様に、敵のレーダー波を海面方向に反射する逆台形の形状になっているね。海面方向に反射されたレーダー電波はまた海面に反射されて敵艦のレーダーに届くが、これに対し、アメリカの世界最大の駆逐艦ズムボルト級ミサイル駆逐艦は喫水線から上が台形で、敵レーダー波は全てが上方に反射されるぜ。ズムボルト級は対地攻撃を目的として設計されており、敵地に近づく必要があり、艦艇レーダーより高い高地に設置され遠距離まで捜索できる強力なレーダーに対してもステルス性を発揮できなければならないんだが、ズムボルト級は平面を組み合わせた船体形状で、RCS を在来型水上艦の50分の1程度に低減したとされているな。最上型護衛艦は、全長133メートル、全幅 16.3 メートル、排水量3900トンで、最大速力は約30ノット約 55.6 キロマイル以上とされていて、エンジンは海自護衛艦として初めてガスタービンとディーゼルを併用する CODAG 方式のエンジンとなっているよ。低速及び巡航速度ではディーゼルで高速ではガスタービンを併用し、出力は7万 PS だね。次に最上型の武器などについて見ていくんだけど、前方から、62口径5インチ砲 ×1 機、マーク、41VLS 装置 ×1 式追加装備を予定、水上発射艦 HOS303-324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機、水上艦用機関銃火遠隔操作型 RWS×2 機、JAF ロケットシステム ×1 機、艦対艦ミサイル SSM 装置 ×1 機、対艦ミサイル防御装置近接防空用シーラム ×1 機が搭載されているんだ。62口径5インチ砲の主砲は、62口径5インチ 127mm 砲を軽量の単装砲塔と組み合わせた砲で、名称はマーク45モド4で、海上自衛隊はこれを日本でライセンス生産を行い62口径5インチ砲として採用しているよ。62口径5インチ砲の砲身長は 7.874 メートル 62×127mm で、砲塔は耐水構造のアルミニウム合金製、砲重量は約29トン、自動装填により完全無人化されているね。初速は、新品状態で808メートル毎秒、射程は 37km、発射速度は16/28毎分で、ステルスマストに装備されているフェイズドアレイレーダー OPY2 が主砲射撃管制にも使用されるんだ。次にマーク。41VLS 装置は追加装備が予定されていて、
具体的にはシンガポール海軍のフォーミダブル級フリゲートのような感じになるとされており、VLS をレーダー遮蔽板で囲い、ステルス化してあるみたい。そして水上発射艦 HOS303 は2段積みにされた3本の発射艦、旋回装置、発射装置などで構成され艦の両舷に設置されていて、重量 320kg、全長 2832mm の97魚雷、ヒトニー魚雷やアメリカのマーク、46魚雷を発射でき、魚雷は発射艦の後尾にはめ込まれた球形の金属管アキュムレーターの空気圧によって射出されるんだ。水上艦用機関銃か遠隔操作型 RWS は 12.7mm 銃機関銃を装着したものだな。銃架は固定式だが、機関銃は通常は艦内に格納されており、この装置は既存の 12.7mm 機関銃銃架を自動化し、操作員が見張り、装填、射撃を一人で原則に出ないでもできるように省力化されているぜ。遠隔射撃ができるだけでレーザー測距儀や自動追尾装置、ビデオ映像を保存する録画機能も付加されていないみたいだね。本来 RWS は水上艦艇の近接防御のためのシステムで、両舷の2機だけでは360度の近接防御は不可能となっており、特にこの配置では後方は死角になっているぜ。近接防護用でありながら、後方から高速で自爆ボートなどが来たような場合対応できないだろうな。艦の後方には対艦ミサイル防御装置近接防空兵器があるんだけど、短距離用ミサイルしか搭載していないみたいだしね。ジャフロケットシステムは攻撃機や対艦ミサイルなどの攻撃に対し、飛来するミサイルの誘導装置や敵型のレーダーに対して時間の位置を不明瞭にするために発射されるよ。電子戦支援 ESM システム、レーダー警報受信機などと連動して、脅威を探知すると同時に、ロケットが発射され、ロケットがアルミニウム箔や金属ワイヤーなど着というを空中散布するんだ。ジャフロケットシステムはマーク、137発射機 ×2 機両舷に各1機とマーク、164制御盤、肉、160電源装置などによって構成されていて、6発のロケットを挿入できるんだけど、装填は人力で行うようになっているんだって。SSM 装置は、艦の中央に配置され、左舷及び右舷を向いた人7艦対艦ミサイル SSM に4連装発射筒2機及び、攻撃管制用の艦対艦ミサイル艦上装置3両 SSMS3 で構成されているぜ。SSM 装置はミサイルを最大8発搭載でき、ミサイルは、全長5メートル、全幅 0.35 メートル、ミサイル重量 700km、射程 400km です。推進方式は固体燃料ロケットモータ ー, ブースタープラスターボジェットエンジン巡航用で、誘導方式は、中途工程管制後方装置 INS、全地球測位システム GPS、終末工程アクティブレーダーホーミング ARH となっており、陸上自衛隊の人に1対艦誘導弾をベースとして開発され、目標座標を入力すれば地上目標の精密打撃も可能なため、有事には地上部隊支援のための対地攻撃用としても使用できるらしいな。対艦ミサイル防御装置はイージス艦の区域防空や艦隊防空及び搭載予定の VLS による固艦防空をくぐり抜けて、飛来する対艦ミサイルを最終防衛ラインとして迎撃する近接防御武器システムだね。使用するミサイルはリム 116g で、ミサイルは FRP 製キャニスターに入れられた状態で供給され、人力により発射機に装填されるよ。対艦ミサイルの飛来を、艦艇のレーダーや ESM 電子戦支援装置、光学赤外線装置などで探知すると、目標データをミサイルに付与して、発射機が敵ミサイルの飛来方向に向けられ、ミサイルが発射されるんだけど、以後は艦艇からの誘導を必要とせず、自立飛行して目標に向かうから、他の目標に向け、次のミサイルを発射することも可能なんだ。全長 2.82 メートル、弾体直径 12.7 センチメートル、翼幅 44.5 センチメートル、射程 9.6 キロメートル、重量 73.6 キログラム、弾頭、爆風破片作薬、誘導方式中間誘導パッシブレーダーホーミング、終末誘導赤外線ホーミング、速度マッハ 2.5 となっていて、発射機は11連装で、複数目標に対処でき、
発射機自体が補足レーダーや赤外線センサー、電波探知装置を備える独立完結したシステムだよ。また、SH-60 軽哨戒ヘリコプターなんだけど、このヘリコプターは SH-60J をベースとして開発され、改良点は高性能ローター、キャビン拡大、着艦誘導支援装置、戦術情報処理表示装置、高性能ソーナーが装備されていて、全長 19.8 メートル、メインローター直径 16.4 メートルとなっているね。そして無人高層体 UUV である OZZ-5 は全長約4ム、全幅 0.5 メートルで、重さ 900kg となっているよ。OZZ-5 は、ステルス機雷など探知しにくい機雷を自動探知する高周波合成海溝ソーナーと、海底に埋没した機雷を探知する低周波合成海溝ソーナーが搭載されていて、2周波の合成海溝ソーナーを同時搭載した水中無人機は、本気が世界初なんだ。無人水上艇 USV は無人高層体 UUV と連携して行動することになっているぜ。また、最上型は監視対戦ソーナーが廃止され、ソーナーは OQQ25 に一本化されており、OQQ25 はパッシブ機能とアクティブ受信機能を併用でき、可変ソーナー VDS と受信アレイ TASS から構成されていて、アクティブでは VDS から音波発信して TASS 側で得られた音源を受信するらしいな。大機雷専用ソーナーは艦の最下部に、簡易型機雷敷設装置は艦の最後尾にあるね。複合作業艇は内否定と通称されていて、船体側面のハッチを開き、固有のクレーンで上げ下げされるよ。最後に出雲型護衛艦の役割についてなんだけど、最上型護衛艦は、増強著しい中国軍の海洋進出、特に台湾や南西諸島への侵攻機とに対処するため、我が国海上防衛の一端を担う次世代型多目的フリゲートだね。最上型の護衛艦艦艇記号 FFM は新設されていて、対空対艦、対戦対機雷戦など多様な戦闘任務を遂行する多機能護衛艦フリゲートマルチパーパスマインの略称となっているよ。最上型は、沿岸警備を行い、対戦線や対空線、対水上線など従来の護衛艦の機能を備え、対機雷戦機能を持つ護衛艦ってわけだな。現在の日本の防衛戦略で喫緊の課題となる当初防衛に投入する新型艦艇だぜ。電子装備はヘリ空母出雲型以降の護衛艦潜水艦から採用されている標準システムと同じで、戦術データリンクは新型のリンク22ナトー規格を搭載しているから、当然だけど他の艦艇との連携ができ、通信用アンテナは、マスト頂き部の棒状の NORA50 複合アンテナに組み込まれ、このアンテナには電子光学センサー OAX3 複合センサーも入っているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月に日本とイギリスとイタリアとの3カ国での共同開発が、正式なアナウンスを行った次期戦闘機の開発のついては、みんなももう知っているよね。GACP グローバルコンバットエアプログラムとの計画名も明かされ、本格的なフェーズへ入っているやつだな。3カ国の共同開発なんてワクワクする計画だから、期待しちゃうのも無理はないよね。さて今回はそんな3カ国共同開発計画の GACP について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに2021年の終盤頃までに当時はこの GACP グローバルコンバットエアプログラムという計画名称は未定だったとはいえ、日本とイギリスとの間での機関部やアビオニクス類の協業関係は顕在化していたことが明かされていたよね。それでもことにその対象が戦闘機というケースではこれまでの太平洋戦争後の日本は、アメリカという唯一の軍事同盟国との協調を最大の前提としており、それはもはや自明の利とでも形容すべき分野であったんだ。そのため、今後開発される次期戦闘機が代替する対象機である F2 戦闘機についても、現ロッキード・マーチン社が擁する F16 ファイティング・ファルコンをベースに開発を行った機体であり、同社の技術供与は揺るがないと見る向きが多数を占めていたな。また一部には F2 戦闘機の時に最大の懸念点として、その現ロッキード・マーチン社との共同開発が行われた原因と目された機関部の重国参加について、
IHI 社製の試作機 XF91 が2018年に防衛装備庁への納入を果たしたことから、悲願の純国産化を支持する声も聞かれたぜ。しかし今や自国の技術のみで新型の戦闘機開発を遂行できるだけの基盤を確保することや、軽く超単位の開発費が想定される時代にあっては、個人的には日本が次期戦闘機開発を純国産化で成し遂げることには懐疑的な考えを持っていたんだ。そのため現行の F2 戦闘機でも共同開発を行い、また最新鋭のいわゆる第5世代戦闘機たる F35 ライトニング2も日本は総数でこれまで247機の調達を決定している状況からは、それを有するロッキード・マーチン社の主体的な参画は揺るがないと見ていたってわけ。しかしそうした推察は大きく外れ、日本は F2 戦闘機の代替機を GACP グローバルコンバットエアプログラムにて調達する方向に舵を切り、ロッキード・マーチン社はそれらに随伴する無人航空機等の分野への関与にとどまる方向と目されているね。ここ近年の航空自衛隊での採用された戦闘機の変遷を思い返してみても、F4 ファントム、F15 イーグルがアメリカ製の機体のライセンス生産、F2 戦闘機が共同開発、F35 ライトニング2が完成品の購入及び国内での最終組み立てとアメリカ依存の傾向は揺るぎなかったよな。ことにいわゆる第5世代戦闘機として西側諸国での市場を事実上独占しているロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍専用の F22 ラプター、アメリカの同盟国やそれに類する国々に F35 ライトニング2を供給してその地位を盤石のものとしている感もあったぜ。アメリカ空軍の次世代戦闘機開発計画として NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスも本格始動することが打ち出されているけど、ここでの開発主体もやはりロッキード・マーチン社が優位性を発揮すると思われるよ。ちなみに日本、イギリス、イタリアによる GACP グローバルコンバットエアプログラムも、アメリカ空軍による NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスも、計画名からも伺えるように戦闘機単体での開発は試行していないぜ。その計画の中に有人戦闘機の機体開発という内容は含まれて入るものの、合わせてそれらが完成し随伴をさせる無人航空機を含めた航空システムの構築を目的としており、有人戦闘機はツールの一つという形に位置づけられているからな。そのためロッキード・マーチン社も、GACP グローバルコンバットエアプログラムにおける、無人航空機の分野に対する関与は継続する方針であるとみなされており、今後の続報が待たれることは言うまでもないと思うぜ。さて日本、イギリス、イタリアによる GACP グローバルコンバットエアプログラムだが、公式な進捗についての情報は、2022年末の共同開発の各国政府間の公表以来、かなり少ないことは否定できないんだよね。一時期は GACP グローバルコンバットエアプログラムにおける、日本、イギリス、イタリアの3カ国の開発費用の安分比率が、2:1になるとの観測も、イギリスのロイターなどで報じられたこともあったけど、イタリアによってすぐに否定されたんだ。また GACP グローバルコンバットエアプログラム開発の主体を担う拠点をイギリスのロンドンに置き、専用のベンチャー企業を通じて開発自体を行うとの報道も見受けられたが、その後の追加情報もあまり見当たらないな。そんな中でこの202年6月13日に GACP グローバルコンバットエアプログラムに向けた機関部開発についての情報を、イギリスで同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社がわずか30秒強の映像であるが YouTube などに公開したよ。今回の情報によれば BAE システムズ社は、機関部以外にも搭乗者の緊急脱出装置や、2027年までに実証機の製作を行うことを表明しており、このタイミングでのこうした内容のアナウンスが何を目的としているのかは判断がつきかねる状態だと思うんだ。ちなみに GACP グローバルコンバットエアプログラムに関しては、イギリスは機体本体や全体の統括を BAE システムズ社が、機関部をロールスロイス社が、アビオニクス類をレイナル UK 社が担当する体制となっているぜ。日本の場合は機体本体や全体の統括を三菱重工業社、機関部を IHI 社、アビオニクス類を三菱電機社が担当。イタリアの場合は機体本体や全体の統括、さらにアビオニクス類をレオナルド社、機関部をアビオエアロ社が担当することが表明されているな。
GACP グローバルコンバットエアプログラムは、その代元とも言えるテンペスト計画ではイギリス、イタリア、スウェーデンの参加で推進されていたけど、今後はスウェーデンも再びこれに加わる可能性も指摘され始めているね。元々のテンペスト計画と同様に GACP グローバルコンバットエアプログラムも、いわゆる次世代戦闘機本体の開発も包括していることから、それはいわゆる第6世代戦闘機の開発を目指すプロジェクトであるとの認識も多かったみたい。しかし日本の次世代戦闘機開発に対する技術供与からかなりあっさりとロッキード・マーチンしゃがみを引いた理由の一つには、それらはアメリカ側が志向するいわゆる第6世代戦闘機の資質を備えていないと判断されたためとも言われているぜ。こうしたいわゆる大丸世代という区分そのものが、実際に生産された機体の特性を鑑みて後付けで分類する性格のものであることは事実で、そもそも第6世代機の要件はさらに高度な機体自体のステルス性、随伴駆逐航空機の完成、高度なネットワーク化などが指摘されて入るな。しかしこれらの要件自体もいわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2でも、今後のアップデート次第で十分にカバー可能な能力とも思え、あながちアメリカ側が GACP グローバルコンバットエアプログラムを次世代とみなさないという見方も的外れとは言えない気もするんだよね。それでもいわゆる第4世代戦闘機の走りとしてアメリカが開発した F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの最新型が、限定的なステルス性能や飛躍的に強化されたアビオニクス類の装備で第 4.5 世代と評されている事実は示唆的に思えるぜ。すなわち GACP グローバルコンバットエアプログラムでは、F-35 ライトニング2の生産にも大きな関与を果たした BAE システムズ社が主体的な役割を担うことで、少なくともそれを 5.5 世代相当の機体に仕上げる可能性は高いんじゃないか？それが実装されれば、今の F-35 ライトニング2では困難だった。日本やイギリスやイタリアが自由に自国の必要性に照らして回収を行う自由度は増し、実際に完全に次世代機となる機体については再度アメリカからの調達も今後検討する余地を残せば良いのではとも感じるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。